Z32 は、ドイツ海軍の駆逐艦。1936A 型。1940年11月1日起工。1941年8月15日進水。1942年9月15日就役。1943年3月、駆逐艦、Z23、Z24、Z25、Z37 と共に、フランスへ進出。封鎖突破戦、ヒマラヤ、ピエトロ・オルセオロ・オゾルノなどの護衛に従事した。1943年12月27日、極東からやってくる封鎖突破船アルステルウーファーを護衛するため、Z32 及び、駆逐艦、Z23、Z24、Z27、Z37、水雷艇、T25、T27 は、ジロンドから出撃した。また、ブレストからも水雷艇、T22、T23、T24、T26 が出撃した。しかし、このドイツ艦隊と合流する前にアルステルウーファーは、撃沈されていた。12月28日、ドイツ艦隊は、イギリスの軽巡洋艦エンタープライズ、グラスゴーに攻撃され、駆逐艦、Z27、水雷艇、T25、T26 を失った。1944年1月30日、Z32 は、ボルドー沖で、駆逐艦 Z37 と衝突した。修理完了後の5月5日、今度は、ジロンドで座礁し損傷した。1944年6月9日、3日前の連合軍によるノルマンディ上陸を受け、ブレストに停泊中だった Z32 と駆逐艦 Z24、ZH1、水雷艇 T24 は、シェルブールへの前進を命じられ出撃するも、警戒中だった連合国の駆逐艦部隊と交戦した。多数の命中弾を受けた Z32 は、戦死者30名を出し、ついには、バッツ島に座礁し乗員は、脱出、船体は放棄された。ありがとうございます。